こんにちは、パスタマニアです。今日はナスのシチリア風スパゲッティ作ってみました。オリーブオイルをたっぷり吸ったナスとトマトソースの相性が素晴らしすぎる。シチリア島の定番パスタです。ただシンプルなだけに逆に難しかったです。ではご視聴よろしくお願いします。
今作ったパスタってありますね。これはパスタアラノルマっていうパスタですね。あのシチリアの名物というか、ナスもうまいんですよ。アッタノルマって、ノルマっていうね、オペラがあって、まあそれが素晴らしい大絶賛のシチリアの、まあ、オペラなんですね。それぐらいに素敵素晴らしい味だよっていうことで、シチリア人が、まあ、褒めたたえたパスタです。ナスがたっぷり油、オリーブオイルを吸ってて、それがまあ美味しさの秘訣というかね、たっぷり油を吸ってて、それが美味しさの秘訣です。美味しい。いや、とても美味しくいただきました。